ズのリーグも、この鹿児島大会で20戦目。戦いの旅は中盤戦へと歩みを進めていた。リーグ公式戦の目玉は、外国人レスラー同士の激突。4戦全勝と好調の我らと、2勝3敗と負けが込んでいるエリスである。エリスの体固めがなかなかカウントされない。我らの巻き材を食ったレフリートルコが失神してしまったのである。幸運に助けられた我らが逆転勝利。一躍優勝候補の一角に躍り出た。